ドジャースなどで活躍したプロ野球楽天の取締役シニアディレクター、石井和久、氏、52、は8日、テレビ朝日系、羽鳥新一モーニングショー、月曜から金曜午前8時に出演し、現役時代の記念ボールの置き場に困っているとして、出演者を驚かせた。写真、ドジャース・大谷翔平のホームランボールを取るもフィールドに投げ返したカブスファン、ドジャース・大谷翔平投手、29、 が3日日本時間4日のジャイアンツ戦で放った今季第1号のホームランボールの行方をめぐり、キャッチしたファンの女性と球団側の間で一時混乱が起きていたことが、米メディアの報道で明らかになっている。競売会社の見立てでは、少なくとも10万ドル、約1500万円の価値があると言われたボールについて女性は、大谷グッズとの交換に応じたが、球団側から手放すようプレッシャーをかけられたなどとして、 球団の対応に残念だったと不満を示すなど後味の悪さが報じられていた番組ではこのいきさつの流れを紹介する中で球団側が記念ボールをゲットしたファンと交渉する際のプロセス見直しを発表したことにも言及石井氏は確かにプロセスが良くなかったと思うと指摘し大谷選手も直接ファンに会ってあげてと言われればあげる選手と思うが 球団が勝手にととを進めてしまったたのかなと思うとも述べた石井氏は最初のものはやっぱり自分で持っておきたいですねと本音を漏らしつつ基本はホームランボールは取ったファンが基本はもらえる選手は譲っていただくという感じ実際にファンに拒否された事例もあったと解説した